はい、では続いてまいりましょう。次は島津のじっちゃんですね。東平の祈りに耳を澄ませて。東平か、足の遅くならあれですよね。はい、とな、うわ、忍者。東平自体は多分大したことないと思うんですよ。白旗綺麗に選択しといてよかった。だい、取っとけ、取っとけよ、取っとけやればいい。敵はそれがしが。うわ、さすがだ。何？バーサラがなかなか。また会える。軍隊が。立派な敵で、すごい貫禄です。次も来るか。ちょ、バズーカがおるのが嫌だ。よっ。よいしょ。おいっしょい。無料のや、あ、間に合うか。おお、いろんな意味で間に合ったけど、いろんな意味で間に合ってないですね。うわ、ちょ、近い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 、鶴姫ちゃんに近寄りでない。うん、あー、きつい。海が荒れると占いに出ていました。ケン、そしてあなたのことでは。ケン、もういい。いや、あ、座った。風を変えようと思って忘れてましたよー、てへてろー。よし、はい、これからは海を大切に。返事は、はい、勝負あり。ちょっと待ってください。おにぎり取れたー。はい、続きまして、なんか鶴瓶がいるのすごく、バズーカが邪魔だな。これ鶴瓶ちゃん危ない。来るがよい、鶴瓶ちゃん危ない。生きて帰る。よいしょ。忠義ならば、うん、下元の誰にも劣らぬ。怖いよね。ほい、バズーカが危ないよね。待て、今日もバシッと行きますよ、うん、じゃあ、まあ、小太郎が同族になっても大策がないと信じている。また尻餅ついてる、うん、ちょっとちょ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 、こだろこだろ。よし、バズーカ怖いのね。ついめちゃった。おう、ふんどん、ふう、よいしょ、行き着いた。ここでちょっとカメールドかけなんですね。コラガイがいるので。あ、こだろが溜まった。こだろが溜まったのはいいですか。またどんどん、ふう、よいしょ。敵を読みの百切りしたい、羽の方、百切りしたい。オッケー、じゃあ軍隊を潰す。いけ。あー、どこ行った。オッケー、もう一人。ちょっとね、うん、どうしようかな。どうぞ。痛い痛いです。完結戦、完結戦を予想外。なあ、超至近距離で撃たれたの。祈りの力で百発百中です。なんだなんだ、何が起こってるのか全然わからん。完結戦のせいなのか。よいしょ、これでいけるだろう。いけてなかった。勝っても負けても恨みっこなし。見えねえんだけど。勝負あり。そうですね、これどうしよう。小太郎にあげよう。さあ、準備じゃない、剣にしとく。さあ、鬼頭兵だけのニュース、バズーカが出てくると厄介ですよね。あと、すいません、すいません。人間、元気が一番ですよ。やばい、危なっ。銃が、銃が今だけは完投し、銃が、ね、若き日の義弘として。ちょっと小太郎、銃を、銃が邪魔なんで銃兵を片付けてください。これからは海を大切に。オッケー、返事は、よし、オッケー。じゃあチェンジ。恐れるのは死じゃなか、残せぬことよ。はい、鶴にできるのは恩返しだけじゃないですよ。よいしょ。怖い、めきつらない。早い、鬼色の石。早い、早すぎるだろ。それなんでじいちゃんそんな早いんだよ。この戦に命ばかける心意気、感謝なり。なんか来てないか、気のせいか。
早く出しんしゃい。いいよっしゃ。悔やみなきっと無料の矢。よし、今日もバシッといきますよ。ちょっと届かない、見えねえ。完結戦で全く見えてない。間に合うか。間に合った。担いだ老いに近づけるとは。ちょっと待って、おまはん本物ね。ちょっと待ってね、一旦バサバサ使う。浸水が空いてるんで。あの小僧も連れてくるべきだったかね。それは武蔵のことか。宵闇の金の方、同足。同足は引き継ぎか。やっぱりせい重兵邪魔。無傷で渡るのは諦めてもらうぞ。さっきまでいなかった気がする。増えたのか。うわえ、ちょっと右か左か心は決めてよけてみせい。あ、失敗。やばり、勝っても負けても恨みっこなしです。来なくていいです。ちょっと時間かかる。本当に釣り姫時間がかかってしょうがない。老いの天下など武骨もんが増えるだけよ。よいしょ。本当に釣り姫では時間がかかってしょうがないんだよ。老いの願いは聞き届け。老いの身が暦最後の鬼とならんこと。あぶねえ。足がもつれるとはいつぶりかね。戦中は罪作りねえ。豪傑ばかりを見よる。句を読み耕し学べど剣ほどにゃ燃えん。はあ、知ったお見通し。だっとりゃあ危ねえな本当に。ちょっと今の無人の差がよ。おいの目を見、これがおまはんの姿ね。はあ、もう邪魔。ここは集中戦闘、一つや二つ外しかねんど。時間かかるな。ブースト行くか。コーナの浜辺で貝殻拾い楽しいですよ。うえー、ちょっとちょっと待って、あぶねえな。じっちゃんちゃんの剣撃怖いからやなんだよ。残念じゃが、島津の妙はこっからね。泣いたくない。よっしゃ、怖くないです。震えてなんかいられません。もう一発。自信学ばれるべき古きとなれっかの。あ、そう、ストップ。もう戦流れも潮流れもそんなに変わりませんね。なんやねこの間は。早くやってこいや。早く早く攻撃をさせんしたい。あ、違う時に当たっちゃったってヘテロー。老いを超えていかん限り。あぶねえから。いける。次もこの次も老いと勝負ばしていけるんじゃねえか。オッケー、勝負あり。はい、あ、疲れた。もうじっちゃんも時間かかってしょうがなかったですね。はい、小太郎ありがとう。ついひめても頑張った。よし、もうちょっと、もうちょっとだ。頑張れ私。時間すごいことになってるけど、もうちょっとだから頑張れ頑張れ。ではラスト、ラストだ。ここ行けばようやくリクエストをクリアできる。もうもうこれ終わったらもう鶴姫ちゃん二度と使いたくねえってなるかも。うえ、二人かい。そういえば勘弁さんもいたわ。ごめん。手榴弾や爆弾を必死に避け、なんてろうな。なんか腹立つな言い方が。ちょっと待ってくださいね。どうしちゃうかな。いや、小太郎の扇を線に変えましょうか。ちょっと変えてみますね。よし、それでは行くぜ。っていうか神戸さん渋いって言ってた。はい、いざ尋常に。どうしようかな。とりあえず、とりあえず何も考えてやってたら、これは正解のない詰め子だ。あー、痛い。見習うろ。ここは誰かに任せる。どうする、何も考えずやればいい。誰か。よいしょ。ちょっと怖いんですけど。
よう。勝っても負けても恨みっこなし。よいしょ。です。ご覚悟です。時間がかかるので交代します。所詮俺らは舞い散るこの葉の一枚一枚。時間がかかる。しょうがない。毎日欠かさず八代へ戻ってくださいね。痛いです。もう何をしてくれるんですか。はい、ドバリーがちょっとコタロにあげよう。回復を。あったあった。間に合えよ。OK。さあ、いざ尋常に。なんか手榴弾とかなるんでしょうね。ちょっとコタロにやってもらいます。いざ白木美子、確約の舞です。ふい。来るがよい。必ずや生きて帰る。痛いよ。できるだけ時間短縮したい。もう30分以上経ってるし、30分経ってる。毎日欠かさず社へ戻ってくださいね。まだまだかい。とっとと終わらせたい小太郎。オッケー、さすが。ちょっと鈴芽ちゃん取る。あのおにぎりはマサラゲージは両方溜まってる。おい、ちっちゃい方かい。もう鈴芽ちゃんおにぎりのやつ持ってるけど、二人同時ってのがきついですね。いざ尋常に勝負。一応どうしようかな。危ねえ。体調がすぐれんでの。分が悪いか。まあいつも通りか。じゃあ偉く離れてます、ね。おじさま、お茶菓子持ってきました。あ、スリフメちゃんいい子だ。スリフメちゃんいい子だ。スリフメちゃんとてもいい子だ。時間がかかる。ほんとチクチクしてるな。じゃあとりあえず使う。とりあえず神戸さんに当たってるんで使う。これ当たる。ここで一気に攻めるべきか。いっちゃんも当たりに来たよ。いっちゃんも当たりに来たよ。スリフメちゃんが好きなんだね。そういう違うっちゃうみたいな。あ、ぶれ。大丈夫、大丈夫。いや、角っこに行けば。よし。なんとまあ。すげえ柱が邪魔だけど。相手に音投げないの。いや、神戸さんと一緒だから一人じゃないですよ、あなた。あ、ぶれ。な、さっきから。得意な顔でふんざり返りよって。なんで仲がいいのか悪いのかわからんな。力を温存するつもりなんぞないね。穴蔵で散々温存しまくったからな。あぶねえ、くっさい。なんかじっちゃんが大変なこと言ってる。あぶねえ、ま、ジャンプ攻撃がこう、ま、だよいしょ。何かときついんですよね。じっちゃんもあれしてますね。調整を止められたら教えてやるよ。この鉄球につけた可愛らしい名前をな。なんか半分まで。あぶねえ。運回しは勝ちだ。怖いわ、本番。単純極まりないだろう。よいしょ。あ、なんか神戸さんが。よいしょ。さあ、いけるか。無料ね。人生ほとんど不利。よく見てろよ。うわーふわーふわー。はい、怖かった。えい、ビューンと射抜きますよ。うえー、なんだ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 。これ以上被害を被る前に港逃げようかな。とか、よいしょ。たまには自慢させてくれ。よし、落ちた。調整、落とし穴に落ちなかったことはないんだ。このまま功をなさずに朽ちるのか。さあ、我は北条家四代目当主宇治政成。よくとて手加減無用じゃ。参らねえ。間に合い。こんな時ご先祖様なら。あ、違う、わしならば。うえー、いやー、なんなんだ。間違えたし、チェンジするつもりなかったのに。ご先祖様、そんなに背を押さんでくだされ。無料の矢が発動する。お前さんたちなんか全員不幸なんだ。よしょ。自分が幸せだって分かってないんだからな。ちゃんよく覚えてないけど。こいつを頭に食らうと大変だぞ。なんか怖い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 。自分に当たった時は三頭は渡りかけたんだ。なかなか長いね、距離が。とりあえず、とりあえず無駄には動かんよ。え、橋まで追い詰めて。モニが最低限の動き方を教えてくれたんでね。お、なんか鎖がこんがらがったら空気読めよ。この手で解くのはちょいと難儀なんだ。よいしょ。じっちゃんが調整の対局を狙うやつはいないのかね。かなりの幸運が続くはずだが。うわー、負けるかい。戦なら今度にしてくれないか。オッケー、じっちゃんいけるんじゃないか。
いや、いけないな。釣りに行くんだ。いけ、これでどうだ。オッケー、せんでよかった。ふうじゃなかった。ふうだったら当たってなかった。たまに全部面倒になるんだよな。とりあえずブースト行くか。生活ブーストで行って長かったからな。ブースト、お前さんの気配勘弁さん、行かないんですか。ずっと前から感じてたよ。穴蔵でコウモリに習った技でな。2連発で、よし、だいぶ減ったぞ。北条殿、よいしょ。今度はいつ遊べるかな。さっきまで遊んでらっしゃいましたよね。うう、あれどうなるのかなってちょっと見ちゃって。危ないよ。笑顔で行くぞ。笑顔で穴蔵で練習したんだ。いけんじゃないか。よし、当てろ。人間、元気が一番ですよ。危ない。うう、今よく当たらなかったな。間に合い。おし、もうちょっと、もうちょっと、鶴姫ちゃんで、鶴姫ちゃんで決めたい。おっと、決めたー。やったー、ようやく。はい、アドレス2人を視界に入れて。よかった、鶴姫ちゃん、ようやく、ようやく1人じゃないけど、いけたね。桃瀬ゆうとせ、どーんとこい。ちょっと、おめき刺さっとる。なんなら、ないたら先まで移動しますよ、鶴姫ちゃん。おー、あそこちゃんと矢なんだ。あそこちゃんと矢のとこになってるんだ。さすがに無理でした。かわいい。あ、ひめちゃんお疲れ。小太郎もお疲れ。ありがとう。てなわけでようやく行けましたよ。はぁ、しんどっていうか時間が大変なことになってますね。お、お、もうちょっとのね、もうちょっとで、ね、101。はい、ようやくもう小太郎と一緒で、はい、リクエストを消化という形にさせていただきます。本当申し訳ございません。鶴姫ちゃん一人だったり無理でしたね。これは先が楽しみじゃ。ありがとう。これも絵にしか天に感謝いたそうぞ。はい、お役に立ってご覧に入れましょうぞ。はい、お役に立ってご覧に入れましょうぞ。面白い名前してますね。はい、というわけで、はい、リクエスト消化ということにさせてください。本当に申し訳ございません。はい、それでは今回はここで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。